フリーランスブームが始まっているっていうことに気づいて、仕事を取ってくる技術がないというか、なのでそこの環境を変えたいと思ってスクールも立ち上げたっていうのもありますね。講座ファンプロジェクト YouTube 企画「Youはなぜ社長に」という企画です。ありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず簡単に自己紹介からお願いいたします。スー株式会社代表取締役の金本壮太と申します。はい、どういった事業をされているんですか？事業はですね、ウェブマーケティングと教育事業、あとはテレマーケティングの事業を行っています。今日の You はなぜ社長にという企画ですけれども、これまでの金本社長の経歴であったりとか、起業するにあたってのきっかけだったりとか、そういったお話を深掘りできればと思います。よろしくお願いします。はい、ではまず起業するまでどういった経歴を歩まれてきたんでしょうか？僕18の時に大学1年生を大学を辞めましてまあそこまで話すと長くなるんであれなんですけど、はい、ずっと僕趣味でダンスをやってまして、はい、ブレイクダンスをかっこいいですねやってたんですけど、はい、まあ大学も入ってからずっとまあダンスとかもしていて、はい、正直授業にちゃんと出てなかったあってですね、はい、まあ残り3年間ちょっとこれは大学するのあれだなっていうので、はい、まあ実際ここから皆さんが大学を卒業した時のまあ3年間、はい、ちょっとフライングして、僕が先社会人になった方が人生うまくいくんじゃないかなというので、はい、まあ18の時に社会人に出てって感じなんですけど、苦手っていう分野が結構あって、今まではこうできると思ったことしかやってなかったんですけど、はい、でそこからこう苦手だなって思うことに対してやろうって思ったんですよね。それがまず最初営業だったんですよ。でそこから営業やった時に、まあ、こう営業ができるようになった時のこの楽しさというかっていうのを知ってから営業に没頭していって、まあ、そこから光通信グループの会社に入って、はいはい、でそこから兄と会社を立ち上げるっていう話になったっていう形ですね。でそこから7年間 COO で会社をやってまして、お兄さんの会社でって感じですか？そうです。まあ僕と兄と会社ですね。共同経営みたいな。そうですそうです。で会社を立ち上げて最初3名だったんですけど、はい、その後7年、僕が最初行った時は大体80人ぐらいまで増員して、まあ2年目でアベノハルカスに入って、はい、トントン拍子に事業が伸びていったっていう。お兄さんと共同経営されていた事業っていうのはどういった事業だったんですか？それはCMS の開発と販売ですね。CMS っていうのはホームページとかの、はい、まあ中のシステムですねの、システム開発と販売っていうのをやってました。金本さんはもともと営業の分野が苦手だなと思って、まあそこの分野に取り込んだわけじゃないですか、はい、お兄さんの共同経営されてた時はやっぱりこう先陣切って営業部分を担当されてたりしたんですか？もちろんです。そこはもう僕が全部営業と、あとは教育とテレマーケティングの方も全て僕が行いつつやってましたね、はい。なかなかこう一人で全てをやるのって難しいかなと思うんですけど、いかがですか？難しかったですね。なので、まあ、どんどん人を入れていって、はい、まあその中で役割を作っていき、うん、拡大をしていったっていう流れですね。お兄さんとの共同経営の、まあ、期間があって、はい、その後今のスーン株式会社を立ち上げられたような感じなんですか？そうですね。もともと兄にも話してたんですけど、僕も30になった時はもう自分で別でやると、はい、で兄はずっと上場を目指していたので、で、まあ、実際僕がいた時にも上場前期まで、はい、行って、まあ、監査とかも2年間入って、うん、結構厳しかったですなるほど。今では考えられないですけど、はい、顔パンパンでもうストレスでとてつもなく老けました。そういうことがあって、はい、まあ、最終上場ができなかったとっていうタイミングで、まあ、僕も責任を感じたので、あとはまあ30歳というところの、まあ、使命も感じて、はい、で、まあ、ちょうどタイミングで今独立する日になったんですけど、はい、そのタイミングでちょうどコロナ禍が始まったんですよ。なるほど。なので結果的には上場しなくてよかったんですよ。できてたとしても。結構多くの企業さんがコロナでこけてますもんね。もうものすごく潰れてます会社なんて。で、まあ、僕はそのタイミングで個人になって、はい、でそこから、まあ、仕事もいくつか取ったりとかしたんですけど、まあ、そこからたまたま SNS というものをやるようになったんですね、うん、今はもう主流ですよね、いろいろ。そうですね。でその SNS を始めたタイミングでフリーランスブームが始まっているっていうことに気づいて。フリーランスブーム。そうです。で要するに会社が潰れたりとか、はいで副業していかないといけないというところでフリーランスがどんどん増えていると。でただその中でクリエイターの方がやっぱり結構多いんですよね。例えばウェブ制作とか、はい、はい、動画編集とか、はい、ライターさんとかデザイナーさんとかたくさんいるんですけど、はい、そこの人たちがスキルを伸ばしたけども仕事を取ってくる技術がないというか、営業のスキルはないんだよなというところですよね。そうです。なので大体の人たちがウェブ制作会社とかの下請けとして仕事をもらってっていうのが一般的だったんですね。でも僕がそれを直接、社長さんとか企業さんの方に営業しに行って、でそこから仕事を取った方が単価も大きいですし、お客さんから紹介とかもらって、事業安定するよっていうのを僕が教えていかないといけないなって思って。なるほど。最初 SNS で無料でずっと Zoom をしてて。無料で？そうなんですよ。たまたまなんか Zoom がその時流行りだして、営業相談とか経営の相談っていうのを無料で公開したところすごく反響があって、何回かもう結構な数ですね無料でやったんですけど、これちょっと事業にできるなって、あとは真剣な方だけにしたいなっていうのでスクールを立ち上げたのがきっかけっていう感じですね。スクールを立ち上げて2年間は僕個人で、そこからじゃあもうこれ事業を本気で伸ばせるなっていう感覚があったんで、じゃあもうこれ法人設立して、もうここからちょっとこの事業を軸に新たな事業を増やしつつブーストさせようっていうのが2年前ですね。それがスーン株式会社の走りみたいな。そうですか。もともとそのスーン株式会社を立ち上げる前の時点で、個人事業主としてですかね、起業はされてたっていうことですよね。そうですそうですそうです。もともと起業しようと考えられてた、お兄さんと共同経営されてた時ぐらいからそういうイメージが多分あったと思うんですけれども、起業しようかなと思ったきっかけみたいなのっていうのはあったんですか？結構特殊なんですけど、僕の家系は結構経営者が実は多いんですよ。僕の兄もしかりだと父親もしかり、あとは親戚もそうなんですけど、経営者が実は多くて、昔からこう経営の話というか、リアルなお金の話っていうかっていうのを小さい頃から僕すごく聞いてて、駆け引きって大事なんだなとか。なるほど、こういうふうにお金って回ってるんだなとか、だから僕小さい頃から父親に肩もみするから絶対こうお金をもらうとかなんかそういうことをしたりとか、何かしらお金を考えっていうのをやっていたっていう環境下に行って、僕は大人になったら経営をしないといけないんだなって思っていたんですよ。正社員で働き続けるっていう選択肢がそもそもなくて、雇用される側ではなくてもう経営する側、経営したいとかっていうよりかは経営者でいないといけないんだなっていうか、なんか皆さんの中でこう社員になる、でそのままっていうのがイメージだった、その思考がなかったんですよ。その働くっていうことは経営をしないといけないんだ。めちゃくちゃ特殊ですねそれは。なんかちょっと参考になるかわからないですけど、で環境は大事ですよね。そういうの僕は環境が大事だなっていうのもあったんで、今もすごく環境は大事だって言ってるんですけど、それがきっかけで。でたまたま兄から会社立ち上げようってなったんで、兄は僕人生尊敬する人間なんで、やっぱりそうなった時に、兄とやったらいいなと思って、まず始まったっていう感じですね。やっぱそういう環境にいたからこそそういう考えになったっていうことですもんね。そうなんですよ。多分今見られてる方でも学生の方とか、若い方いらっしゃると思うんですけど、その環境次第ではそういう思考になるというか、別に全てが経営ではないと思うんですけど、悪い環境にいたらそれは自分も性格も悪くなりますし、そうですね、考え方も悪くなるじゃないですか。なのでそこの環境を変えたいと思ってスクールも立ち上げたっていうのもありますね。なるほど。いろいろな事業を川本社長されてると思うんですけれども、働く上の原動力っていうものがありますか？ありますね。もちろんこれ年々変わってます。それこそ最初会社立ち上げ当初とか、あとは、営業やり始めの時っていうのはもう自分ごとしか考えないんで、自分ごとを考えるってなったら、お金を稼ぎたいとか、で役職上げたいっていう、もう基本考えの軸自分みたいな、っていうのだったんですけど、今は全くそこではなくて、それこそ今スクールやってて、その生徒とかがそれこそ売り上げが上がってとか、そのお客さん先っていうのも、例えば地方の方もいらっしゃるんですね、代理店先、でそこの地方のお客さんが僕たちのサービスを利用するわけじゃないですか。そうですね。でそれで喜んでくれた声とか売り上げが上がったとか、あとはさらにはその代理店さんの周りの家族とかが喜んでもらえるっていう、その声が入ると、もう僕は本当それだけでやりがいが結構大きいですね。ただでもこれを実際やりがいを良くするために、もちろんサービスも良くしないといけないですし、その僕らのスクールの品質も上げていかないといけないし、あとはそれこそお金が回るような状況を作らないと皆さんご飯食べていかないといけないので、っていう状況を作れば勝手にお金も回ってくるんですよ。なので、昔はもうお金にこう動かされてたんですけど、今はこうお金を動かすといいますか、そういった立場になっている感はすごくありますね。なのでもう結構人が喜んでる姿はすごく僕はもうそれがものすごく原動力ですね。すごく素敵ですね。お金に動かされた時から今は動かしてるっていうようなお話あったんですけれども、そうするためには一体どうしたらいいのかみたいなところがこう大事なのかと思うんですけど、その辺いかがですか？最初はよく皆さん言うのが、家族を守りたいとか、それこそ世の中の何かを変えたいとかって思うのも大事なんですよ。まず大事なんですけど、そもそもそれを守るためにはまず自分を守らないといけないじゃないですか。自分も守れないのに人だと守れないんですよね。だから初めは自分軸でいいと思うんですよ。でもある程度自分が成長して、そのスキルを貸してあげることによって周りが幸せになるような状況までまず自分が成長しないと、何も能力もない、何も力もないのに人を幸せにしたい、誰かを守りたい、でも自分は頑張らないって最悪じゃないですか。確かにそうですね。それは実現しないので、まずは自分軸でいいと僕は思うんですね。まずは自分で稼ぎたいとか、もう本当シンプルでいいと思うんですよ。何かを手に入れたいとかでもいいと思います。でそれがどんどん、それを目的に動いていくことによって、どんどん自分自身のレベルが上がってくるので、自分自身のレベルが上がってくると、より大きいことができる、より大きいチャレンジができる、そうするともう周りの人たちに貢献できるような流れを僕は作れると思うって感じですね。自分を高めることが、すなわちそういった良い循環を作ることの第一歩っていうことなんですか？そうです。そのためにも環境の変化は必要です。その環境を作るためのスクールであり、寸株式会社である。そうです。先ほどの原動力のお話だったり、人が喜ぶ姿がすごい好きだったというのがありましたけれども、そうするために多分いつもものすごくお忙しいと思うんですね。プライベートな時間だったりとかってどういうふうに過ごされてるんですか？あまりそのオンオフが実はなくてですね、昔は休みの日は休み、仕事の日は仕事と決めていたんですけど、正直仕事が楽しくてですね。なるほど。なので、それこそ土曜日、日曜日も顧問からの連絡も来ますし、なので仕事の連絡も全然あるので、なんかあるんですけど、ただ一つちょっと仕事と違うところで言うと、ジム行ったりとか、あとゴルフ行ったりとか、あとサウナ行ったりとか、そういう意味ではあるんですけど、ほとんどその時も仕事のこと考えてたからなんですけど、それ人生楽しいのって思うかもしれないんですけど、僕も昔はそう思ってたんで、仕事のことばっかり考えてたら仕事なんて絶対嫌だなって思ってた人なんですけど、やっぱり楽しいって思えることはやっぱ楽しいんで、例えばよくあるのがゲーム好きの人とか、1日もう12時間もうできるような人って結構いらっしゃると思うんですけど、僕も昔はゲーム大好きだったんで、ゲームのこと考えとったらずっとできるわって言うんですけど、今はそれと同じような感覚で仕事をしているので、好きだからこそですねっていうところ、あと楽しいですね。仕事の楽しさみたいなので言うと、どういった時にその感じられますか？一番やりがいの部分では皆さんが喜んでくれた時とかっていうことでしたけれども、これ楽しいなとかってやっぱ感じる時ありますか？それはもちろんやっぱり会社やってる身なんで、経営者としてその事業が伸びたり、会社が大きくなってきて、こう売り上げが上がってきたりとかっていう、こう拡大が明らかにしているというのが見えた時はすごく楽しいですね。やっぱり数字的なところでしっかりと目に見えて伸びていると楽しいです。楽しい。今お話の中に会社が目に見えて拡大している限りが楽しいというお話ありましたけれども、今後の目標というか、これからどういったことを目指しているみたいなのって金本社長の中にあるんですか？あります。もちろん数字的なところもあるんですけれども、まずはその地方の方もそうなんですけど、地域を発展させていきたいっていう気持ちが結構あるんですね。それこそシャッター街になっているところって見ると寂しいじゃないですか。僕の地元もそうなんですけど、やっぱりどんどんシャッターしまっていってってあるんですけど、それ見るとすごい悲しいなって思うんですよ。もちろん人口がの問題ももちろんあるので、どうしようもない部分はあるんですけれども、とは言っても少なからずウェブマーケティングっていうのを取り入れることで集客っていうのはできるんですよね。でそれを広げるためには僕一人の力ではもう無理なんですよ。僕が直接全国回るなんて無理じゃないですか。そうですね。ってなった時に、今の代理店、WSS プラスから入った方が成長して、どんどん拡大していく、ここをもうやっぱり全国にどんどん広げていきたいっていうところで、やっぱり代理店っていうところはもう1000社までがっつり伸ばしたいなっていう何年以内とか決まってるんですか？5年以内ですね。結構近いですね。近々でどんどん拡大してっていうところが目標です。目標です。会社的なものであったりとか、事業的なことでいうと、そういった目標があると思うんですけれども、川本社長ご自身、会社とか特に関係ないものでいくと、こういったことしたいなとかってあるんですか？やってみたいっていうよりかは取り入れないといけないっていうのはやっぱり AI とかやっぱりそこの部分ですよね。まあ、僕らも一応その今のサービスの中に AI っていうのを一部取り入れて運営したりとかサービス提供してるんですけれども、これからほんと数年で AI っていうのはかなり広がってくるので、そこをこう乗り遅れないように取り入れていきたいなっていうのはすごくありますね。AI って確かにすごく今流行ってる、走りじゃないですか、この部分でそれこそ遅れを取らないためにご自身でこうやっていることみたいなのってあるんですか？僕はもう情報をやっぱり SNS から毎日取ってますね。 AI の情報を取ってくるのうまい、インフルエンサーの方とかもいらっしゃるので、その方と直接情報を取り入れたりとか、あとはそもそも SNS でそもそも情報を見てそれを自分の事業に取り入れたりとかっていうのは常にセンサー立ててますね。今事業の中で AI をちょっと取り入れるってお話があったんですけれども、どういったところに取り入れてるんですか？今現状は、よくあるライティングとか、そういったところにはなってくるんですけど、これからは動画とかクリエイティブ部分っていうのは絶対 AI 化していくので、そういったところを取り入れたり、あとマーケティングにも多分かなり活用できるようになると思うんですよね。だからそこも取り入れていきたいなっていう形ですね。今やってらっしゃるいろんな事業に AI っていうものを取り入れてさらに強化できると。そうですね。それをしないと AI に使われる側になっちゃうんですよね。僕らは AI を使う側になっていかないとダメだと思っているので、そこをうまくコントロールしていきたいなっていう感じですね。先ほどお金に動かされるのではなくて動かす側になるっていう話もありましたけど、AI も同じように使われるのではなくて使う側にと、いうところですね。そうです。では貴重なお話いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございます。